今日は、中学1年生の課題、個性の尊重、こちらの行書体を、行書体の方のポイント説明していきたいと思います。はい、これもそうですね、最初に5等分に、大体の目安として、どこにね、どの字を入れようかなという目安として軽く、折っておくのはいいかなと思います。でこの紙のを半分に折るとこうなります。でこうということはちょうど紙の半分のところから上が個性ので収まって半分から下が尊重になっています。まあ、このぐらいの字の大きさで書いた場合ですが、やはり尊重の尊という字が、横に広いというよりちょっと縦長になるのでやっぱりスペースを取ってしまうかなっていうことを考えるとやはり個性の のが真ん中に来るわけなんですが、のはこの紙の真ん中よりちょっと上ぐらいで終わらせてあげるような気持ちで書いてあげるとこの2つが、ね、あの伸び伸びと、書けるかなというふうに思います。字の配分としてですね。はい、で、行書なのでね、あの楷書と違って一つずつの線や線がこうしっかりこう、止めて一つ一つをしっかり一つ一つ書くというわけではなく字の流れというのがとても大事になりますね。行書なので、字脈、こう字の流れですね、こう字の脈がこう流れているような、感じで、上から下まで書けるのが理想ですが、中学1年生の行書体なのでまだね、そんなに行書の経験というのがまだあの浅い方の方が多いかと思います。なので、まず行書のよ行書を書くという意識でまず書くということと、こう流れるようなイメージ、楷書とはよりは柔らかいイメージっていうことぐらいの意識はしっかり持って書きましょう。でそれだけでも全然違います。で、あのつなぎ目とかがね、こういうふうにこう人間のこういうつなぎ目が見えてもいいのが行書。あとこの子という字のこの古いというところ、なんかこう口というところがこうね、こういうふうにちょっと崩してる、こういったのがちょっとあのできるだけで、ところどころちょこちょこっとあの見えるだけで、行書の作品だなっていうふうにはしっかりと、伝えることができますね。で中学1年生なのでそんなにあの激しくもう崩して書く、まあ、書ける方はもちろんね素晴らしいですし、あのやはりそういう方もいらっしゃいますからね、学年とか関係なくもあの行書も素晴らしく、大人が顔負けなぐらいびっくりするぐらい上手に書く方もいっぱいいらっしゃいますね。で、まあ、そういう方も稀だ、そういう方は稀だと思うんですが、まずは楷書体がしっかり書けた上でそこから、どういうふうに、ちょっと崩していこうかな、こういう口のところはこうしっかりと口と書くのではなくこういう書き方にしてみるとか、例えばこれだとこう来てこうちょっと羽が見えたり、こうこういったところですね、こう来てこう来てポンとこう受け止めてあげてるという、こういったのがちょっと出てますよね。ポッとこう来たのがポッと受け止めてる、こういうのが見えるだけでも、あ、こっからつながってるな、あ、ここからここでポッと受け止めてあげたんだな、あ、こう字脈を切らさず書こうってしたんだなっていうのがあの見ただけで伝わりますね。こういったのがちょっと出るだけでもとてもこう字の流れが 目で見て分かることができますね。でこう来てこういったところもそうですね、無理に出す必要はないですよ、無理に出す必要はないですが、こう来た字の流れとしてポンとこう受け止めるというのが見えたりするのもまた、行書の作品という感じが するかなと思います。あと、そうですね、個性、性、この字でちょっと気をつけた方がいいなと思ったのが、こうだんだんこう書き込んでいくうちに、まず、まあ、大きい紙に書くのももちろんあの大切なことですが、まず半紙でね、あの行書あの一文字一文字練習するっていうのもすごくいい練習になるかと思います。ご自身がこの字の流れ、字の流れということは、書き順ですね、書き順がちゃんと分かった上でこう 字がこう流れていくわけなので字脈が切れずに書けますよね。これなんか特に、あ、これ特にというか、これなんかもう特にあの、ね、あの書き順が変わるわけではないので自然とできると思いますが、ちょっとこうつなげて書こうという意識で練習をされれば、こう来たのがこう入ってポンと入る、でぐーっと来てポン
左にスッと払って一回筆が紙から離れてまた押さえ直してという書き方ですが、行書なのでこう来たのがポンとここで受け止める、でこう来たのがここからつながりますね、でこう来たのがポンと入る、でここ、縦画はまっすぐ書きましょう、まっすぐ書いて、でこの正という字で気をつけたいところが、こう字脈がだん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 こうできてくると気持ちがいいんですね。やっぱり自分で、あ、なんかこう 字が流れてるなっていう感じで、こう行書を書いてるという感覚がだん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 ご自身がつかめてきます。でこうだんだん慣れてくるとやりやすいのが、こう来てこう来てこう来て、ここここの線をこう来てちょっと早くから、少しだけ上げて、早くから、横角を書いてしまうということもよく見られますね。こう来ました、でこう来て、こう字の流れとしてはこう来てこうなんだけど、ここが右に上がりすぎてこう来てこう来たとすると、ちょっとバランスとしてどうでしょう。これがまあこういう角度で書けました。で、こう来て、これがこういう角度になりました。でこうだと、ちょっとここの角度が、もうちょっと斜めすぎる。もうちょっと、まあ、平行とまではいきませんが、やや平行で書いてあげた方がバランスとしては良くなりますね。ただこう流れに乗ってきて、こういい感じで書けてくると、どうしてもこう来てポンといってまっすぐ来て、でここがこう上に上がってしまうということもよく起きてくることでもありますので、ここの線ね、あまり右に上がりになりすぎないようにちょっと気をつけてあげるといいかなと思います。だんだん慣れてくるとね、だんだん自分の癖が出てしまったり、それがいい癖だったらいいんですが、ちょっと直した方がいいかなっていう癖が出てしまうと、ちょっとね、もったいないですね。でもまあ、そうやってもったいないなって思う作品ができて、あ、そうかっていう自分で気がついて、あ、ちょっとここ気をつけて書こうっていうのは自分で気がつくことなので、より自分のね、学びになるかとは思います。はい、で漢字とかながあるときはかな、ちょっと小さめに書きますね。ちょっと小さめに書きます。押さえて少しカーブをつけます。でここのところ、斜め上に上がりますが、ちょっとクッとこうえぐった感じですね。まっすぐではなく、こう来たのがちょっとえぐった感じにしてあげて、ここからぐる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 っと上がってって、ぐるっと持ってってあげる。でこの部分の墨をね、まだ残った状態でゆっくり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 と筆を運んであげましょう。ね、で、作品のど真ん中に、ね、真ん中にのがきますね。で、やっぱり作品というのはパッと見た時に真ん中にポンと目がいきますので、のが素敵に描けてると、おどんな作品っていうふうにね、足を止める作品っていうことにもなりますので、の素敵にぜひ描いてあげましょう。ね、のが得意になるといろんな作品にのってよく出てきます。何々のなんとかとかのがよく出てくるますので、のはね、もうのは得意、のは OK、 いつでも素敵に書けるっていう風になってるといいな、素敵だなという風に思います。はい、で上からのこう流れがありますね。この大きさ、ね、最初の一文字目というのはとても大事ですね。一文字目の大きさによって次の字がどんどん決まってきます。で縦長ですし、やはり書き慣れない紙の大きさということもありますし、しかもあまり経験のない行書ということもありますので、大変ですね。なので 一つ目の字というのはあんまり大きくしてドーンと大きく伸び伸びと書いてしまうと、まあ、下がボーンと開いているのでいくらでも大きく書くことができるので、あんまり大きく書きすぎると次がちょっと困ってきてしまって、ああここ入れないじゃないっていうことになったりもするので、だからといってあんまり小さすぎてもね、ちょっと小さくてもいい作品っていっぱいあるんですけどね。でもあんまり小さくしすぎるとやっぱり紙に対しての迫力とかね、存在感っていうのがちょっと頼りなくなってしまうこともありますので、あまり大きくせず、あまり小さくもしすぎずといういい大きさでぜひ書いてあげてください。でその大きさに合わせて書いていきますね。のがちょっと小さめで、のが小さめになるの でまたここでちょっと大きめに戻さなきゃいけないので、こののの雰囲気で書いてしまうと、この損という字がちょっとこじんまりとしてしまうので、のをちょっと小さめに書いたら、また個性と書いた時の大きさにちょっと戻って、自分でもちょっとのを書き終わった時にいきなり書くのではなく、ちょっとちらっと大きさとかね、
ちらっと自分で確認をしてから書くといいかなと思います。はい、で字が流れるようになので押さえてポイッと、こういったところもこう、この点をポイッとこう受け止めてるって感じがしますね。こういった時みたいな感じでね。で横書きます。でこれ縦書きて、でこういった線も少し軽くこうちょっと丸みをつけてあげることで、少し行書らしい丸みのある、雰囲気の、作品が仕上がるかなと思います、ね、少し丸みを持たせる、ね、なかなかこの返し、あの行書でちょっと丸みを持たせるってなかなか難しいんですけどね。でもまずはあの楷書がしっかり書けた上で、その楷書の書き方からちょっとずつ、まあ、こう来たのがこう入って、こういったちょっとね、ここに行くためのちょっと、ここに行くためのこういったちょっとつなぎ目が見えるとか、こういったので全然 OK です。しっかりとやっぱり基礎がしっかり、楷書がきちんと書けた上でこその行書なので、あの、うん、それはいいんです。楷書のような書き方で、でもところどころちょっとこうつなぎ目が見えたりっていうので全然 OK です。で横が来てこうですね。で、この損という字で、気をつけた方がいいなと思うのが、こう来てこれなんですが、これしっかりまっすぐ、ちょっとこう行書なので丸みをつけてカーブをつけて書いてあげることは書いてあげるんですが、少しこうね柔らかい感じになってますが、ここ、ま、カーブはつけるけど、あんまりこうこっちに入りすぎてこういかないように、そうすると、ちょっとね、軸がぶれて見えてしまうというか、そうですね、この余白の部分のもちょっと曲がって見えたりするということも起きますので、柔らかく書くんだけども、ここはまっすぐ下ろしてあげるようにしてあげた方がいいと思います。あんまりこう中に入れすぎて、こうリズムに乗りすぎて、ここがぐーっとこう入りすぎてこういうカーブではなく、はい、あの柔らかいんだけどまっすぐ下ろしてあげての方が、仕上がった時の損という字の字のバランスはとてもいいかなというふうに思います。でしっかりこれでね、ぐーっとね、最初はクッポンと押さえて、だん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 細くなって、ぐーっというね、こういう生き生きとした横画、ぜひ書いてあげましょう。でこう来て跳ねますね。で跳ねる方向、ここがね最後点をしっかりと入れてあげたいので、跳ねる方向を気をつけましょう。はい、でこういうこのぐらいの大きさでこの辺で、損が終われば、ね、重という字が、重いという字がしっかりと、ね、入れることができますね。でもたくさん空いたから、あ、よかったと思って安心しすぎて、これだけが大きくならないように、そこもちょっと気をつけましょうね。あの損長をしっかりと入れたいということで、こう気をつけながら気をつけながらこう書いてきた、で損が書き終わった、あ、この字、あ、しっかり書くスペースが取れた、よかったと思って、スペースがあるからといってのびのび書きすぎてしまうと、ね、上からのバランスとして、あれこれだけ大きいねっていう風になるので、その辺はちょっと気をつけましょう。開けてあげた、あの書くスペースを取ってあげたっていうのはすごくいいことですよね。 でもその、上からの雰囲気、字の大きさ、流れを大事にして、同じような大きさで同じような太さで書いてあげましょう。でこれもあの楷書と書き順は同じですね。でその中に、こういうつなぎ目がちょっとこう見えたりね、すると行書らしくなります。で縦書くだけはね、あのまっすぐと書いてあげましょう、ね、ここもそうですし、ここもそうですね。こういったところも、こういったところはちょっとあの膨らみを軽く持たせていますが、まっすぐでも OK です、ね、ここまっすぐと引いてあげましょう。でこっからこう来たのがここで、ここもそうですね、あのここの時と同じで、こういう流れが上手にこうリズムに乗ってこう流れができてくると、こう来てこう来て、これが右に、ここの時のようにこう来てこういう線になってしまう時もありますね。それはもうやっぱりリズムに乗りすぎちゃってるっていう時もあると思うので、そこもちょっとね加減して、あの慎重に、あの気をつけて書いていきましょう。やっぱりね、あの要は本当バランスなので、線と線との間隔の空き具合とかね、この白い余白の見え具合っていうので、字が、すっきり見えるか素敵に見えるかっていうのもまた変わってきますので、こう来たら比較的こう、平行といいますかね、同じ、あの、まあ、大体平行のような気持ちで
書きましょう。あまりこう極端にグッと右上がりになったりしないようにしましょう。でこう来てこれしっかりとね締めてあげたいですね。この字は、横書く、これが一番長いです。で2番目に長いのがこれですね。なのでこう全部こう書いてきました。でこう来たらこれはこの個性の尊重という作品の土台の部分になります。なので、これ以上ね、まあ、こういった雰囲気のこういった太さで書いてきた場合、これ以上細くなってしまうと仕上がった時がちょっと下が安定感がない、ね、作品に見えてしまう、ちょっと軽い字に作品に見えてしまうことも起きますので、最後の最後まで、同じような太さでしっかりと押さえてぐーっとちゃんと最後まで見届けて土台をしっかりと決めて書いてあげましょう。ね、字の流れ大事にしましょう。で、業者の作品なので、学年も名前も、業者になりますね。少し、こう崩してですね、ちょっとだけ崩して書いてあげるといいと思います。で、あれですね、あ、ちょっと待ってくださいね。楷書、楷書と、あんまり中学1年生のくらいなので、楷書をちょっと崩す程度でいいというふうにお伝えさせていただきました。なのでこれ、見えるかな、ちょっと横に並べてみましょうか。よいしょ。あ、見えますか。ちょっと待ってくださいね。これ一つ前の、動画での楷書ですね。これ、こちら側が楷書で、右が、行書ですね。そんなにさほど大きく、変わりはないと思うんですが、まあ、一つずつ見比べていただけると、ね、これが楷書でこれが行書、そんなに大きく崩しているわけではないですね。こんな感じで、楷書がしっかりと書けた上で、そこからこうつなぎ目を見せてあげたり、ちょっとね、字脈を大事に、楷書よりも字脈がこう見えるように、ね、流れるような雰囲気で、優しい筆使いでぜひ書いていただけたらなというふうに思います。はい、では次回は、中学、2年生の課題ですね、の方に、移っていきたいと思います。